川ですから馴染んできます、まあ、ほとんど一緒の人が多いんで、もう一回言いますと、これは最悪です、あれは馴染んでんじゃなくて型崩れです、こういう話です。まとめですね。オーダー物システムアップモース導入によってイノベーションする、売り上げ作りませんかって話ですね。外販母子に対応しイノベーションする、世界中に販売することによってイノベーションする。先ほど面白かったですね、世界中に販売するって、あの経産省の田村さんは去年やっぱ71億売ってるんですね、はい、その部分が取れたら面白いな、71億のこれが例えば100億でも1社100億だったら大変ですよ、それからさっきの数字で面白かったのは、輸入800億のうち 30% イタリアで、サンパ270億が化学物だと、日本がちゃんとそこを作ればいいのにですね。4番目、アップモースはすでにソフトが完成しており導入しやすい、まあ、あとは質問あればって話ですね。はい、何かありましたら手を挙げてください。橋本君への質問でも何でもいいですよ。お客さん、あの、ね、心配もありません。ありがとうございます。でもなんかあの簡単で、すぐできそうで、嬉しいですね、なんか。ここまでにめっちゃ時間かかってます。で、レディースは去年の春はできたんで、それまで発表しにとこうと思ってたんです。主にあのメンズが多いでも、あのレディースはあの潜在的な売り上げっていうのがめちゃめちゃ大きいんです。メンズはね、何だかんだって言って多少オーダーあるんですけど、レディースのオーダーってほとんどないですから。でいて女性の方が悩んでる人多いんです。お嬢さんそうですよ、ちょっとマイク次の人何か質問ありませんか。思わないんですけれども、まあ、革靴の思い出で言いますと、新卒である程度働いたんで、オーダーメイドっぽい、半オーダーメイドみたいなちょっといい靴屋さんが千葉県を営業してるエリアにあったので、イオンにも結構入ってると思うんですけど、確か2万円弱ぐらい払ってせっかく買ったパンプスがあったんですけれども、足の小指のここが当たってて、こう折りも鳴らす時に棒みたいなのでグリグリってやって柔らかくなって試してくれたっぽいんですけど、それでもいざ買って履いたら足に合わなくて痛くてやめてしまって、2ヶ月ぐらいも履かずに放置してたら革だったんですぐかびて、結局トータル10回も10回ぐらいしか履かないで捨ててしまったっていう嫌な思い出があるので、そうならない本当に足に合う靴があればいいのになっていうのは一消費者として素人として思います。あのですね、その一番以外、それってね、仮止めやった？分かんないですよ。仮止めっていうのは今お客様、オーダースーツの時もオーダースーツでは仮縫いって言いますね。オーダースーツ、白糸でね、全部止める前の最終寸法を踏みながらカチッとやるんですけど、白糸が入ってるやつはあれ仮縫いって言います。で、名古屋では靴の場合仮止めって言います。なんていうの、仮合わせと言ったりいろいろ言うんですけど、要はオーダーはそこら辺は親切なんですよ。本底は剥がせる状態で一回フィッティングしますから。で、それをやらなかったらオーダーって言っちゃダメなんですよ。僕は業界に言いたいことは、オーダーってわけのわからんオーダー多すぎ。ちゃんと足に合わせるからオーダーであって、正確な英語で言ったらカスタムメイドであって、中途半端に異常オーダーでわけのわからんオーダー作んなんて話です。だって消費者が誤解するから、うん、で
真面目に合わせてる方からですよ、腹が立つんですよ。なんかいかに僕らはね、倍にします、お金もらいます、その代わりカチッと合わせるって、この考え方なんですね。で、先ほども午前の部で言ったんですけど、女性の持ってる靴を思い浮かべてください。だいたい2割じゃないですか。僕は去年職業専門学校で教えてたんですけど、その生徒35人に対してアンケートを取ったら2割でしたね。お嬢さん俺と目合わせたら当たるっていうことはね、そうです、靴を思い浮かべて何割ぐらい履きます、10足で、1割スニーカーしか履かないです、1、あとレインシューズです、レインシューズ、シューズって言わねえあ、そう、後で測ってあげるよ。要は足の癖が分かってないと合わないんだよね。お嬢さんはどれぐらい、何足分の何足履くぐらいの感じ、率でいいよ。だろう、そこに皆さん靴屋は商品あるっちゅう、2割しか履かない靴を押し売りしてんだよ。だったらさ、3倍4倍の単価でちゃんと履く靴を売ってやれよって話ですね。その方がよっぽど親切だと思わない、 100% 履ける靴だったら消費者は不満出ないって。だから尾形彼女はねすごいんですよ。ちっちゃくって靴がないから靴作りで、その同じ悩みを持つ子に売ってあげたいって言って先に会社作っちゃった。よろしく。いや、どうせ業界の人だからよろしく。AYSの靴を履く靴を作って売りたいと思って、ベートルドアっていうブランドを立ち上げました、尾形です。お願いします。どんないですか？大学3年生。俺何やってたか、その頃。まず、なんとも最初会社作っちゃった。以上です。他に質問ありますか？はい、どうぞ。3番目の世界中に販売することによってイノベーションするっていうことですけど、世界中に販売するにはどうしたらいいのかなっていうふうに疑問が出たんです。具体的に世界中に販売するためにはまず足をデータ化する必要があるんです。データ化で、先ほども言いましたが、 e コマースでもデータ化されてれば将来的には店頭で履くより売るより e コマースの方が合うことがある。なぜか皆さん店頭で靴足入れして履きますよね。お嬢さん履くよね、店頭で足入れするよね。誰が決めるの、この靴合ってると誰が決めるの。自分の勘じゃない、つまり消費者の勘なんで、数的根拠は全くないんですよ。だからレディースの靴の8割は使わない靴になっちゃうんです。いいですか、店頭で履けることと歩けることは別のこと。店頭でこれは足がかわいい、足に合う、でも歩き始めたらいいってでしょ。それが数的根拠というのはデータで合わせるようになるとちゃんと合うようになるんです。そしたらどういうことが起こるかというと、まず皆さんもういいんですよ、それぞれのデータなんか覚えなくても、アプリ入れちゃってアプリから注文すると勝手にアップとかできるようになったらどう。でオーダーオーダーって言ってますよ、10万円の靴言ってますよ、それが生産性終わって1万円以下になったらどう。1万円以下でオーダー靴が買えるような、革靴買えるようになったらどう思います。
でしょ。だから靴の売り方変わっちゃうかもしれないよって、安物はしょうがない、中国の安物車だけど、ちょっと真面目な靴はオーダーで買うようになったら面白いなと思っています。でそのためには今トライアルしないとわからないです。だから一番可能性が高いのは今浅草の売り上げに苦しんでる機械靴メーカーが一番チャンスなんだって話です。で先ほどの質問です、ここに書いてます。足をデータ化すれば世界中に売れます。今 データ化があの未成熟というか完了してないから、できてないから売れてないだけで、足をデータ化する、僕は10桁だったら完璧に3次元を再現、今7桁使ってますけど、早くそういうふうにしたいなと思います。以上です。他にありませんか。もう一つ、あの4番目のアップモストのソフトの導入コストが安いというふうなことですけど、具体的にはどんな比率になってくるんでしょうか。何千万とかかったソフトですけど、まあ、今予定しているのはとにかくアイデア50万円で、やれるように。で今なぜすぐ進めてないかというと、そうすると実は今まで私大手のプロコだったんで請求先が少ないんですね。だから成り立ってたんですけど、今度は門戸を広げてたくさんの人にやってもらおうと思うと、請求がめんどくさいから、あの債権をクレジット会社で回収してもらうようなことを考えます。あの広く、みんなで協力してやろうよってこういう考え方だと思うんですね。だからソフトはもう出来上がってるんで、ソフトの制作費用を負担しようなんて思って、負担してもらおうなんて思ってませんので、簡単に OS 何でもいいです。 iPhone でも iPad でも Windows でも Mac でも対応してますので、よろしくお願いいたします。いいですか。あ、もう一つ、あどうぞ。このソフトのソフトというか足を測る講習会の今後はどんな展開で、東京とか名古屋とか大阪とかあると思うんですけど、はい、どうぞ。実はこれ僕から言ったんじゃなくて、まあ橋本君とかいろんなところから11月に1回採寸レクチャーやってる、ただすごい盛況で12月もやってる、12月さらにパックしちゃって、11月11日は14人だったのが詳しくなってくれたけど、えらいパックしちゃったよな。12月14日は28人ぐらいで、とてもレクチャーできなくなった。だから今後は人数を絞って、例えば東京に来るときは固めて2日間やるとか、そうやって割って確実に測れる人を増やしていこうと思います。で僕らのグループ採寸できる人間が例えば100人超えたら下手な100点も大きいと思うんですよ。強い力で企画もできると思っています。以上です。ありがとうございました。それでは第2部シンポジウム、これにて終了とさせていただきます。ご講談いただきました橋本様、大島様、ありがとうございました。どうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ただいまお話の中でもご紹介いただきましたアップモスト採寸体験会は明日の午前10時から、お昼正午まで2時間こちらの会場の方で、無料にて行います。先着20名を予定しておりますので、どうぞ明日午前10時前にはこちらの会場の方にまた足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様お疲れ様でございました。ありがとうございました。